ここでは中世以前の関東として高望王流桓武平氏の関東進出から源頼朝が伊豆に流されるまでの動きを関東を軸にして追ってゆく。主な登場氏族は高望王流桓武平氏、河内源氏、秀里流藤原氏、陸奥安倍氏、奥州清原氏である。桓武天皇の曾孫の高望王は、寛平元年、宇多田天皇の勅命により、平阿孫を使用され、親戚降下し、平の高望を名乗った。正泰元年、平の高望は上総介に任官。高望は、長男国家、次男義兼、三男義政を伴って任地に赴いた。高望親子は任期が過ぎても帰郷せず、在地勢力との関係を深め、上総国、下総国、常陸国の未婚地を開発、高望王流桓武平氏の基盤を固めた。国家の孫、平惟平は伊勢の国に地盤を築き、伊勢平氏として発展し、後に平の清盛が出て平氏の最盛期を迎える。義政の子は平の将門の乱を起こし、歴史の表舞台から消えてゆくこととなる。一方、高望の側室の子である平義文は京に残っていたが、延長元年、相模の国の賊を討伐せよとの勅命を受けて東国に下降。その後、武蔵の国熊谷郷村岡、相模の国鎌倉郡村岡に移ったとされ、下総の国結城郡村岡にも所領を有し、下総の国頭郷で没したとされる。また千葉県東の庄町大友に居館があったとされる。平義文の三男忠頼からは千葉市、秩父市、上総市、川越市、畠山市などを輩出する。五男忠光からは三浦氏などを輩出することになる。平将門の乱では、国家が戦死。京から駆けつけた国家の嫡男、貞盛が母方の王子の藤原秀里の協力を得て将門を討伐した。義文は将門追討に加わったのか、生還したのかは定かではない。しかし、平将門の乱以降、貞盛流兵士と義文流兵士との対立関係が続いていくことになる。